ス。回収した情報班のスタッフだが死亡が確認された。奴は最後までかすれた声で訴え続けていた。病原体、治療法を知る老人、コードトーカー、その人物の居場所も。ボス、犠牲はこれで最後にしよう。コードトーカーと接触するんだ。病原体の正体を知る老人、コードトーカーと接触してくれ。マザーベースに蔓延する奇病を食い止めるんだ。端末からミッションを選択してくれ。Clouds approaching. Please specify a project. Please specify a project. Please select a mission. Mission accepted. Deploying.接触してくれ。回収した情報班のスタッフによれば、老人はマザーベースに蔓延する疫病のその治療法さえも知っているという。彼は森を抜けた先、渓谷の奥にある洋館にいる。おそらくはサイファーの研究に関わる重要人物だ。この情報には多くの犠牲を払った。現地警備も尋常ではないようだ。あんたも気をつけてくれ。ターゲットコードトーカーと接触し、治療法違反によってはマザーベースへ回収するんだ。どうかお気をつけて。
Please select a deployment point. Please select dispatch requested. Buddy, departing area of operations. Has arrived. Departing area of operations. Enemy presence detected. The map has been updated. Contact fluid. Get tracked on last time we get a position. Go ahead.
Please select a drop point. Dispatch requested. Has arrived. The map has been updated. いた蛇いや鬼か。そいつかコード動画だ。見覚えはあるか。 仲間がやられてる。治療法。喋るな。死ぬぞ。どういう。お前の喉にも住みうる。まずは口をつぐめ手遅れになる。座れ。はびこっているのは生体虫。それはその妖精だ。 喉へ入り込み、生体に取り付いていった体化する。生体に擬態していると言っても構わん。生体との見分けはつかん。彼らは成長し、つがう。つがいは特定の音を検知し続けることで交尾する。生まれた大量の妖精は宿主の肺を食い尽くし、地に至らしめる。 特定の音とは言葉だ。彼らは特定の言語を話す者だけを殺す。言語は一つではない。お前たちの虫が何語に反応するかは分からん。いずれにせよ、 産卵を防ぐためには喋らぬことだ。末、虫が嫌う抗争を報じである。<笑>よーし、これで虫は耳を弄した。だが効果は一時のものだ。 話せ。治療法はあるのか。症状が出たらすでに幼虫たちは宿主の肺胞に巣くっている。そうなれば助けることはできない。だが発症を抑え感染をも食い止める方法はある。 力を貸してくれ。私は望まぬ研究をあの男に封印した虫たちを奪われ、スカルフェイス、ビラガーナの国家に力が及ぶ男だ。逆らえなかった。
ディネの運命が握られている。だがお前の訪問も精霊の導きかもしれん。我が子供たちが世界の調和を乱しているなら、その円環を閉じなければ。回収は危険だ。コードトーカーをヘリに乗せ帰還してくれ。あの男は言った。この虫は有史以来の異星者が夢見てきた兵器だ。生体中に特定の言語を覚えさせ、敵地へと放てば、その言語を使う民族だけが死滅する。すなわち民族浄化中なのだ。民族浄化中。スカルフェイスの狙いはそれか。ウソやバディアブルもそのためだ。バセ、奴は英語以外をこの世から消し去るつもりだ。皮肉なことだ。虫たちによって虫たちによって奪われる。そもそも人が喋れるようになったのは彼らのおかげだ。時計は巻き戻され、人の手に歪められる。Please select a landing zone. The support helicopter requested.ミッション完了。いいぞ。